け。今この時この一戦に人類の存続がかかっている。今一度心臓を捧げよう。無視はできねえな。戦況は極めて厳しいが負けは許されん。皆覚悟して臨んでくれ。救援の縁談は拠点を設定している範囲。壊滅すれば防衛線の拡大が困難になるぞ。無視はできねえ。戦況は極めて厳しいが負けは許されん。皆覚悟して臨んでくれ。救援の縁談は拠点を設定している範囲。壊滅すれば防衛線の拡大が困難になるぞ。他の匂いに気を取られていた。この状況じゃ仕方ねえ。とっとと切り抜けるぞ。拠点を立てろ。ここが限界か。まずい。超大型巨人が壁に接近している。蹴破られる前に討伐せよ。違う。助ける。
いいところに協力しましょう。食らいやがれ。団長の考えがわかる。他の奴らじゃわからないだろうがな。
どけ。さすが兵長の部下でいられて光栄です。真の勝利を勝ち取るため心臓を捧げよ。作戦に移れ。無視はできねえ。負けを認めることは許されんぞ。兵ある限りあがき通すんじゃ。生き沈め張り切っておるな。同じ老兵として負けてはおれんか。これ以上は無理だ。守る。それが我々の任務だ。はい。ロイド。
が応援を。帰るならさっさと行け。皆諦めるな。生きて家族の元に帰るんだ。簡単に諦めることは許されんぞ。この戦いに人類の未来がかかっている。よし、こいつで足止めしてやる。
撃による援護をうまく生かし作戦を進めよ。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。心臓を捧げよ。救援要請か。無視はできねえな。迎え撃て。巨人の進撃を食い止めよ。に兵を死なせただけか。攻撃による援護をうまく生かし作戦を進めよ。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。心臓を捧げよ。救援要請無視はできねえ。
博打を。失敗だったか。わしは何をしておる。いたずらに兵を死なせただけか。攻撃による援護をうまく生かし作戦を進めよ。お前腹をつけ。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。心臓を捧げよう。救援要請か。無視はできねえんだ。としても勝ちたいんじゃ。人類の存続がかかっている。今一度心臓を捧げよう。自分の力を信じても結果は誰にもわからなかった。この時この一戦に人類の存続がかかっている。今一度心臓を捧げよう。無視はできねえな。手強いな。協力願います。
戦況は極めて厳しいが負けは許されん。皆覚悟して臨んでくれ。兵長、すみません。こっちはもう大丈夫です。まだ戦えるなら、さっさと行け。救援の縁談は拠点を設定している範囲。壊滅すれば防衛線の拡大が困難になるぞ。巨人が壁に接近している。蹴破られる前に討伐せよ。こんなところで撤退する。協力願います。
戦況は極めて厳しいが負けは許されん。皆覚悟して臨んでくれ。これは何で？兵長、すみません。こっちはもう大丈夫です。まだ戦えるなら、さっさと行け。救援の縁談は拠点を設定している範囲。壊滅すれば防衛線の拡大が困難になるぞ。だが少しでも兵長の役に立たねば。
勝ち取るため心臓を捧げよ。山だ、どけ。格が違いすぎる。だが少しでも兵長の役に立たねば。内側から壁を破るつもりか。防衛線を維持しつつ速やかに超大型巨人を討伐せよ。例の作戦に移れ。そうに負けを認めることは許されんぞ。聖ある限りあがき通すんじゃ。幾地詰張り切っておるな。同じ老兵として負けてはおれんか。そうしたのか。撤退しても規則に反してはおらん。守る。それが我々の任務だ。立つ方は違う。
どけ。簡単に諦めることは許されんぞ。急いで。この戦いに人類の未来がかかっている。こいつで足止めしてやる。攻撃による援護をうまく生かし、作戦を進めよ。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。心臓を捧げよ。無視はできねえ。すみません、加勢してください。できねえ。わしは巨人にあのデブの坊どもに何としても勝ちたいんじゃ。you
兵長だ。憲兵団の名誉にかけて調査兵団なんぞに負けられるか。人類の存亡はこの戦いで決まる。愛する家族や友人のため人道を捧げよ。このままじゃみんな死んじまう。くそ、ここでやられるくらいなら。私はその思いに従っているだけ。
勝利は人類にとって大きな前進となるだろう。みんな、よくやった。ついにやったか。人類は巨人に勝利したのだ。これで終わりじゃねえ。俺たちの本当の戦いはここからだ。はっ。